9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、どうも。えっとね、誰がしろか分かっています。1>, 1番のプレイヤーは発言してください。やばいね、9番さん。これちょっと狼でやらないと思うんだけどね、9番さんは。んだから現状俺、 あっても今日だと思ってる。狼はないと思ってるから。あと、これはちょっとみんなに言いたいんだけど、結構ね、スムラス化して薬が噛まれて乗っ取りのケースも十分あるし、乗っ取りまではなくしも薬噛まれるケースがすごくあるんで、俺はもうね、スムラス化した人は、えー、初日釣ります。俺そう決めてる。えー、その理由は、えー、ともし潜伏狂人があった場合、噛まれたくないために、 あのスムラスすむらすかしてあの下流止めをかませたいし自分自身がかまれたくない今日っていうのがあるからあのねあの役職ないのをすかした人は俺も初日投票位置だと思ってるどんなに白くてもねだからそういうつもりでみんな発言してほしいかなただ確かにフルオープンが強いからそれをやりたがる人多いんだけどね それだったら、カリウド引いた人がめちゃくちゃかわいそう。そういう意味も踏まえて、しっかりスムラを透かさないでほしい、えー、っと、スムラ透かした人はもう初日釣りで俺は行きたいです。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、おはようございます。村人ジです。なるほど、なるほど。自分は西尾だったら、普通にカリウドオープンでいいと思ってたんで、まあ、いい意見だと思ってます。1番さんに関してはね。 えっと、九番さんは、多分、1番さんが9番さんを、えっ、ー、と、強人、えー、人狼はないだろうって言った精査は、そこまで納得はできなかったですね。まあ、普通に人狼で、えー、占い師をして、あ占い師をっていうか、占いの匂わせをして、1番さんがそういう考察が、1番さん以降か。で、そういう考察を拾ってほしいっていう、9番さんの人狼面も全然あるかなっていうふうに見てます。そのくらいかな。 あと自分から付け加えるとなんか怪しい発言は絶対しないでほしいかなとは思ってます。くる要し白要素を入り上げて言うことはもちろん、その怪しいこと言ってしまうと、おかみがそこに突っかかって便乗位置を疑われてしまう。以上。3番のプレイヤーは発言してください。さいえっとおはようございます。村人陣営です。まあ、9番さんのムーブね、どうだろうね。うん。 どうなんだろうね。まあ、西目占いしようとするつもりなんだろうなという感じはしたけど、正直、今日新今日どれもあると思うどね。うね、ん。まあ、西目占い師をする程度見てるけどね、もう。うん、<laughs> その辺の視点は結構2番さんと近いかなという感じですね。うん、まあ、番さんは色落ちないかなという感じ。うん うん2番さんが若干白っぽいかなって、そこの、えー、と9番オオカミの視点も持ってたっていうところが。うん、っていう感じです。ま,あ、また2周目コーナーとります。4番のプレイヤーは発言してください。うんと、村人はしゃべんないでください。オオカミはよくしゃべってください。うん、よくしゃべったんで、1番さんと2番さん黒い。<laughs> でさんまさんはやる気なさそうだからさんまさん白い。<laughs> 5い。 のプレイヤーは発言してください。さいえー、4番さんそんだけ裏な、えー、い師でした。2番さんがランダムで白です。えー、2番さんがランダムで白です。皆さん把握してください。で、えー、ここまで霊能、えー、出てきてないですけれど、僕は霊能出てきてもらいたい派なので、えー、この後出てきてほしいと思ってます。で、えー、9番さんの出方なんですけれど、あこれ追加いいよね。 9番さんの出方なんですけれど僕は全然オオカミでも、えー、やる可能性があると思うただ、えー、9番さんがオオカミだったとしたら1番さん相方はないかなって思ってます理由としては、えー、あんなに怪しいところを1番さんがオオカミじゃないんじゃないかなって言ったらもう91ライン見え見えなんだよね91だったら1番さんは9番さんを叩くと思ったので、えー、っていう話で、まあ、91ラインはないのかなって感じました で2番さんは1番さんと進行論が違うのに、えー、1番さんの発言にちょっと、何、うん、て言うのかな、すり寄った感じがありましたね。2番さんが、えー、狩り出した方がいいと思ってた理由も言った上で、えー、<laughs> ちゃんと1番さんに対して触れてほしかったです。で今のところ、ツリーチなんですけれど、 えー、2週目9番さんが発言伸びた場合僕は3番さんが釣り位に上がってくると思いますね、えー、4番目の時点で9・1・2に対しての精査がちょっと伸びていなかったところ、うん、4番さんがねうん印象悪いんだけど色落ちはしないですね、うん、以上です2週目発言伸ばします以上です6番 のプレイヤーは発言してください,、はい。おはようございます。村人陣営です。特に使用ありません。えっ、ー、とそうですね。占い師が5番さんで2番さんに白出しということで把握しました。えっ、ー、と現状ではえ5番さん死んで見てます。えっ、ー、とそうですね。ただ、あの白先の2番さんについては、狂人の可能性もあるっていうところで、ちょっと触れて欲しかったかなっていうのが1点ある。うん。 イレギュラーな場所でね、あのポッといきなり出てくる場合もあるんで、うん、その可能性もちょっと追ってほしかったなっていうのが一つ印象。えー、っと、9番さんに関しては自分は白いとこが分かるって言ってたのかなちょっとね、発言最初バグっててよく聞こえなかったんだけど、うん、白いとこ分かってるんだったら人道じゃないのって普通に思っちゃった。で、1番さんはそれに対してあ,あって強人だって言ってた、えー。3番さんちょっとね、あまり発言印象残ってないけど、4番さんはね、うん、淡白になんかすごい終わってた。えー、っと、今日の次1なんだけど、現状だったと9から。 だうん、九で役職あったりするんだったら4かなっていう風に思ってる。普通に4番さんダメでしょこのままだったら、うん、以上。7番のプレイヤーは発言してください。さいはい。3れ一に九番さん入れるんですかね。うん、俺9番さん占い師じゃない。うん、他の役かなと思ったんですけどね。うん、あんま少しはよくないかもしれないですけど、うん、なんかそんな気がします。 フェイクでねやっうん。だから5番さん、まあ8番さんが出る可能性があるけ5番さん、現状真かなと思ってますかね。うーん。意味深な、ね、発言ではあったけど、ただ5番さんがその9番さんに対して対抗として捉えているのはちょっとどうかなと思ったんですけどね。うん。ただ現状5番さんしか出てないと僕は思っているので、5番さん新真かなと思っています。で、1番さんに関して言うと、 えっと、カリウルとか役を透かすのは絶対いけない。そこを透かした人を一番釣るっていうんですかね。うん。ただ、実質は本音を言えばフロープンが強いと思っているけど、まあ、ゲーム性のことも考えてのやつかな。うん。まあ、色落ちないですね、正直。一番最んに関しては。その進行はまあ納得はできます。ただ、色落ちないですね。二番さんは一番さんに対する指摘っていうのは、九番さん狼ないんじゃないっていう指摘。 うん、ただ、9番さんは王冠っぽく思わなかったね、実際。そこはまあ、フィーリングの違いかなと思いますかね。うん、多バ番さん白先なんであんまり触れておかず、3番さんに関しては、その2番さん白いと思った。うん、色落ちないですね。現状釣ツたいターの 4, が4か6かなと思ってます。9番さんツり位チに上げたって点が若干によったのと、4番さんに対しては色付けね。一番喋った人。僕結構喋ってますけど、これ、黒く見えるんですかね、4番さんに関しては。 2週目次第かなと思ったんですけど、2週目もその交差を続けるよう対山さんのツイチかなと思っています。以上です。8番のプレイヤーは発言してください。そうですね、自分占いではないですね。はい。えー、でも5番さんは1個気になったんだけど、2番さんに白い出てるんだよね。なんで2番さんの精査してるのかなっていうのは、なんか2番さんが1にすり寄ったから、白いなんか何とか何とかとか言ってなかった。これ俺のハクまで ごめん、ハ握クモったら俺がやってるんだけどな、なんで精査してんのかなって若干思ったんだよね、2番さんのこと。まあいいです。えー、っとね、まあ、9、1番さんは2周目。うんで、3番さんは2番さんを白く見て、うん、初めて色付け始まったから、俺は3番さん別に白いと思いましたね。で、4番さんはまあ正直2周目ですね、4番さんも、うん。で、6番さんはね、確か7番さんが言った通り、9番さん釣り位置に上げたのがよくわかんなかったかなと思ってるかな。うん <laughs> で7番さんはまあそこ指摘できてたんで、うん、白目かなと思ってますかね。はい、そのぐらいかな。以上です。9番のプレイヤーは発言,発言してください。はい、やっときました。<laughs> 占い師、ランダム7番さんが白。で、えー、この盤面的に5番さんが一人なんで平和村ですよね。でもしっかり8番さん、5番さんに立つことから占われてもいい姿勢があった。だから8番。 マークつけていますそして1番さん狼っぽくないと言ったうーんどうだろうね村人狼っぽいっていうんだろうけどもどうなんだろうね1番さんに関して2周目の僕の、えー、僕と5番さんの精査を聞いて、えー、村マークつけるかつけないかを決めたいで2番さんねどうだろう、ね、まず5番さんの精査に関して僕を対抗意識してきたでしょまず真の占い師なら Q が対抗みたいな 発言が出ることはないいよね村目線は分かってほしいけどその点に関しても5番さんのシーンを切ってほしい。で5番さんを今のところシーンで見るって言ったのが6番さんかな。6番さんなんかちょっと臭いなって思ったね。うん。なんか対,対抗が出てくるような発言え対抗が出てくるのを分かってたような発言がした。 だから5番狼6番狼っていうのもある。で5番さんが狼の場合は絶対3番さんはないなと思った。5番さんは3番さん釣り値上げてるからね。5番さんが狼の場合は5、4、5、6かな。2番さんは過工を言わないでしょ。うん。クロスラナイされたらバレるからね。5番さん目線。だから5番さん狼の場合は5、4、5、6でロックしてる。でも5番さんが強人の場合は十分2番さんがね、狼一に入ってくると思ってるよ。 まあどうやね今日の釣り位置どうかな6番さんかなでも5番さんの精査でお菓子に乗って3番さんを黒く見て4番さんを黒く見ていないところに4番さん3番さん白く見ているからね5番さん目線34黒くなるはず1番のプレイヤーは発言してくださいはいえー、とね俺9番さんはやっぱり心境だと思ってるね えっと、まず、狂人だったとしたら、怪しい人に白を打てるっていうのが、あの、布石出しとくのありだと思ってる。で、狼だった時にね、これ3仕様になった時不利なんだよね。そういう意味でも、9番さん、狼はないと思ってる。心境だね。なんで、5番さんはちょっと色はわかんないけど、やっぱ9番さんを対抗で見てる時点が、やっぱ黒いかなって思ってる。 で6番さんに対しては9番さん占いって思わなかったのかなっていうとこがやっぱり6番さん結構怪しいかなで俺4番さんは結構逆に白いと思うかな正直4番さんが狼ではい、一番喋ってるとこ怪しむとか普通しないと思うんだよね SG1 釣り寄すと思うから4番さん狼ならそういう意味で4番さん白いくれで8番さんに関しては うーんちょっとまだわかんないんだよな。うんただそこの位置だったら5番さんだけだったら占いしよしてもいいのかなと思ってるから現状置いといていいかな。だから2番さんは片代なんでとりあえず現状3番さんと6番さんだけど6番さんが9釣り位置に上げたことから6番さんを現状怪しんでる。で8番さんのすごく5番さんが2番さんをなんか精査してたとこ。 俺はちょっと聞き逃したんだけどもし2番さん以降それをちょっと聞いてるんであれば言ってほしいかなもし自分が聞き逃してほ本当に2番さんが2番さんを精査したのであればもう5番さんは新切っていいと思ってる今日は現状6つりだけど3番さんの発言聞いて決めるかな3か6折ってます 2>, 2番のプレイヤーは発言して,発言してください はい、えっと、クレイカレイカは4番さん。占いするんだったら新規命字で5番さんを釣ります、えー。1番さんに言うと5番さんは、えっ、ー、と、自分のことを白出して、出しているにもかかわらず、えー、2番さんは1番さんと進行論が違うにもかかわらず、なんで1番さんは怪しまないのかみたいな発言を結構長い時間をとって知っていました。なんで占いは9番さんを死んでみて、7番さん白。えっ、ー、と、5番さんを偽。人狼が狂人かはわかってません。人狼じゃないかな。 人狼だと思ってます。で、えー、自分は4番さん、強人かなと思って、強人か役持ちだと思ってるんで、えー、4番さんがしようがなかったら、まあ、呼んでいてもいいけど、自分は、えっ、ー、と、占い政策から、えっ、ーえー、と、なんだ、5番さんあ2戦目高いと思ってるので、5番さんを釣り押したいかなと思ってます。で、えっ、ー、と、5番さん、例えば、えー、5番さん、人狼軸でいくと、相方はまだまだ全然分かってない。7番さん以外。 8番さんは最初に5番さん指摘してきたけど、そこまで強く釣りを押さなかったことから、8番さんの相方も全然あると思ってます。今日5釣りでいいと思うんですけどね。そうすれば自分白くなるし、9番さんも自分疑ってないんでしょ。今日5釣りでいいと思いますよ。どうしても5釣り行かないんだったら4番さんを釣り押すしかないですね。うん。はい。 そんな感じです。以上。3番のプレイヤーは発言してください。だよね。5釣れるよね、これ全然。<laughs> なんだろう、あれかな。便乗って見られるかな。5番ってね。 あの2番の精査をした。まあ、あの、強人目も追うっていう視点ならまだ分からんでもないんだけど、5番が言ったのは2は1のすり寄りに見えた。これはつまり狼耳を上げてるんだよ。自分の白出しに対して狼耳を上げるって意味が分かんない行動をしてるんだよね、5番。完全に神切れるよね。だから俺5番つって色を見たいんだよ。ダメかなうん、俺5番つって色見たい、本当に、うん。5番の2世決め打てる、マジで。 で、えっと、8番がそこの最初に指摘をしたから、えっと、8番は再白郎。2番さんが言ってるに強く押さなかったっのは6七で指摘をしなかったから8番さん自身も自信が持てなかったんですよ。その発言があったから、うん、8番が狼に六67で指摘がなかったんだからそのまま流した方がいい。だから8番は再始郎。7は9から白出てるからそこで、えっと、指摘をしなかったら6番、うん。6番はしかも5番が2番に触れてないって言ったんだよね。 表示見を追ってすらないって話聞いてんのかなって思ったよね、マジで。今日グレー行くなら6番。ただ俺は本音はもう今日5つって色みたい。4番のムーブはまあ謎だけど、うん、役持ってる可能性もあるって考えたら、スリーチに上げて役すかすのもな危ないよなと思うけどね、正直。グレー行くなら6。7位決め村がいいって思えるならこれ行きたいかな。 俺今んとこ5に入れるつもりだよ。うん。以上。4番のプレイヤーは,は発言してください。さいもう3番、例の忘てたな、これ,れ、ね。俺が思ったのは、まあ、2番さんから5番さんずりになってるんだけど、今日占い行くのかなって。ちょっとそこに流れでさんまさん持ってきて、まあ、さんまさんまあ色が見たいからっていうとこなんだけど、まあ、それはまあわかるんだけど、それで。 だけのの理由で行くのかなっって俺は思ったで6番さんが5番さんを死んでおいたのは、あの現状5番さんしかいなかったんで占いが。だから6番さんの,の場,場所だと、1だと、6番さんは5番さんのことを死んでみるしかないんだよ。うん。そこでね、まあ、まあ、6番さん、俺のこと、タンパクでどうのこうのって言ってきたけど、まあ、それでまあ釣り位置上げてきたんだけど、まあ、 考え方の違いかなとしか俺は思ってない。6番さんはね。うん。で、そこで俺、臨場してきて7番さん、俺黒いんだよ。7番さんってあれ、6番さん、あの、全国会なんだよね。だから俺、全然みんなと違って、7番さん、俺すごく黒く見えてんだよ。その点からして、9番さんが俺は偽にしか見えない。うん。で、8番さんはすごい最白。 8番最白。その理由は6番さんと7番さんが俺を釣り位置に上げてきてて8番さん立ちきってるんだよ。普通オカミだったらするかな8番さんが。だって村釣れると思ったら8番さん便乗して俺のこと釣り寄せばいいんだけど8番さん釣り寄せさなかった。だから8番さん最白。うん難しいな。俺普通に7番さん釣りたいんだよな。 俺はね、俺は7番さんついて、まあグレディーくと6番になっちゃうんだけど。1 <laughs>、うん、番さん色落ちないんだよな。<laughs> 5番のプレイヤーは発言してください。はい、だいぶいろいろ言われてるんで、弁明から入るとまた、えー、黒いって言われますけれど、弁明させてください。今番さんについて触れたのは、強人マークつけてて、えー 自分の城先ですけれど、強人も考えていかないといけないのと思ってましたで。9番さんに対してですけれど、僕が1周目の発言の時点で別に対抗だとは思っていません。ただ、9番さんの位置であの発言でオオカミもあるんじゃないかっていうふうに、えー、言っただけですので、9番さんがオオカミだったら相方は1ないかなって言ったところで、僕目線は今,、まえー、今のところオオカミ1周目の段階で人にも出てない状態だったので。 2番さん人もあるのかなと思いましたただ一周回って盤面が確定した段階で、えー、9番さんが出てきたというところは9番さん強、えー、人で出てきてるのかなという印象ですね9強、えー、人で今見ていますで、えー、この盤面で、えー、5の偽を、えー、なんだろうな確定させて 5、えー、釣りに押してきているのは普通に村だとありえないと思いました八、まあ、番さんは、えー、そこ指摘されてましたけれどそういうふうに聞こえちゃってたんだったら申し訳ないけれど、えー、そこを指摘した上で釣りをさなかったところは僕は白いなと思ってますそれに、えー、便乗してきた三、えー、番さん三番さんはだいぶ僕は黒いと思ってますね、まあ、あの叩き返してるわけじゃないですけれど村目線でもここ5番ツール、えー、盤面じゃないので、えー、別に明日新決め打ちすればいい段階だと思うんです えー、なぜかなというところで3番が今サイクロサイシロは8番ですね。うん、今日僕釣りは飲めません。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい。えー、っと。 初旬のね、9番さんと4番さんの発言聞いて、あれで何が分かるんですかって、もうみんなに言いたい。うん。それを読み取れっていうの。9番が占いで出るって。そんなの分かんないから、こっち。4番も何言ってたか初旬分かんなかったでしょ。うん。普通に9431に上げて何が悪いのと思った俺でいいのです。はい、以上。<laughs> もう何も言うことない。えー、もうなんかどうにもできないと思ったこの村。うん、だけど色は見るからちゃんと、うん。続い位置とかは俺が言ったってもうどうしようもないと思った。うん、どうにもできないものだってこの村、うん。強いて言えば3かなと思う俺も。7番のプレイヤーは発言してください。6、例のなんか、えー。いやね、9号を比べたら俺9番そら占いないって言ってね。 すごい恥ずかしいんですけどうん5番さんがねの8番さんから指摘あった点8番さんが白く見って俺もねあんまりその発言拾えてなくて1番さん同様本当に言ってて当たってる感じだかあの言ってたみたいだから8番さん白いんじゃないかなと思ってるかなうんで1番さん9番さん心境で見るって視点がしっくり割ときてて うん、現状5番さん狼なんじゃないかなと思ってるんですよね。占い師っぽいパッションもなかったからね。うん。だからその点、まあ、2番さんね。うん。ただ現状ね、6番さんがね、消去法でね、5番さん来るのとき相方かなと思ってましたかね。うん。で、4番さんが占い釣りを止めてる点、強人かなと思ってましたかね。うん。3番さんが色見たいって言ってたから、 あんんんまかた悪いいけど電脳なななじゃないかなと思ってたんですよねうーんどうすっぺええー、あでもチャットありじゃん出ないってことは6番さん芯なんだねうーんそれだったら普通に4行きたいかな4番さんがそこを5番さん自身俺が黒いから9番さんにせいって見えるけど<ん>仮しようあはあですあ仮り対抗うーんどうすっぺ カリウエット、俺、4番さん、3番さんだったら、どうなんだわかんねえないな、心理。ただ、4番さん、狂人結構あると思ってるから、俺4番さんに言いますね。いいううん、結構、5番さんに背負って、拾ってたと思うんですよね。その流れ立ち止めたから、うん、4番さんに背だと思います。8番、のプレイヤーは、発言してください。えー、今日これどこ行くんですかねえー、わかんないですね。 うんと、置かれてるのが8、1。でも俺別に1さん黒いと思わないので、今日は役から冷たいですね。うん、1さんの知る理由は、まあ初順にね、9さんもオカミないなっていう。うん、もうこの時点でちょっとね、白いなと思った。それはみんな指摘してたし。で、2周目もね、まあ5万3のやつは拾えてなかったけど、うん、番さん黒く見てる視点は同じだったから、1さん黒ないかなと思ってる。なので、うん、今日は、え、どこから行くんですか、これ。<laughs> 仮にね、 ええ二三四で外して六番さん代われたらやばいですよね。それでいいのか。それで審議つくのか、うん。いや、俺はもう普通に占いは九番さんだと思ってるんで、はい。五番さん行くのもありですけど、なんか俺これ釣り誘導みたいに言われそうなんで、はい。おのおの入れればいいと思います。以上。投票を始めてください。信じてください。私は五か四。 今日の狼がいねえぞ。これ二段の。五番。のプレイヤーが選ばれました。二たのこれ。ええー。番のプレイヤーは発言してください。いや、自分の発言が、ええー、いけなかった。 ということで釣られててししまっっ本当に申し訳なかったですただ本当に言いたいのは、新、えー、占いなんですよね。なので、申し訳ないという気持ちでいっぱいです。うん、てもはちなみに、考察を落としても信じてもらえないかもしれないですけれど、九、え、番、ー、さんは必ず釣ってほしいですね。急進決め打ち、えー、すると結構らきついと思ってます。えー 9が強人でもオオカミでもただ、えー、34で、えー、カリカリで出てきてるのでうん、まあ、3がオオカミで釣り逃れで出てきたんだったら9強、えー、人、うん、4がわざわざ対抗でオオカミで出てくる必要はなかったと思います釣りつながってなかったので以上です夜が来ました目を閉じてください いや4の動き狼じゃないよなあれ4の5をかばってた動きだからあれ絶対今日だよだから5の相方も7か2しか見れないないやけど2番5を釣るって言ってるからねえ三3入れて 456? 3入れはないわあ7かもしれないなこれ逆にオオカミシテの方が、うん、4入れるって疑われたく朝が来ましたないと思うよこれ昨夜死んだのはうわ九番 1番のプレイヤーは発言してくださいはいえっ、ー、とねー俺もう狩人は3番さんだと思うかなえっ、ー、とね3番さんが強人だったらごっつりは押さないその辺みんなわかるよね3番さんが強人であればごっつりを押しませんで4番さんはあの占い釣りをかばってて、えー、9番さんからの占い位置に入ってた だから、えー、っとね、2番さんが狼だったらゴを釣り押すかなってとこなんだよな。で、8番さんは5番さんの出現に気づいてたよね。とりあえず俺3番さんは絶対決め打ってる。3は真決め打ってる。4は強人だと思う。だからね、2と8なんだけど、 2番さん猛烈に5釣りをしてんだよな8か29番さん守ってほしかったけどねいやークインテさんはもう3期目打ってるよねここは、うん、クインテさんの視点はすごく良かったと思うだからねーやっぱ やっぱり最初に気づいた8番さんの方が白いからもう2番さん切ったと見てる初日過去もあると思ってるから俺今日2番さんに来た二番のプレイヤーは発言してくださいださい,いやいや俺はないでしょ俺が猛烈に5番さん釣りをしたか5番さん釣れたんですよえっと,、えー、と釣りもそういうのもしてるからで3番さんはオ百パー100%ないんで3番さんは一生釣りませんだから今日4番さんを釣ります 四万さん人狼狂陣どっちもあると思ってるから、えー、今日四万さんを釣ります。そうなると相方どうなんだ？四五六七四五四で終わりそうだななんとなく。いや四兄弟を絶対。八番狂陣とかないですかね。自分四万さんで終わる気がしてます。なんとなくね。 8えー、3万さんは一生釣りません。3万さんは。えっ、ー、と、あっても強じなんで、狼が噛んでくれるか、3万さんが強アするかを見ればいいだけなんで、3万さんは絶対釣らない。あ、理由言っとくと、5万さんが3万さん釣りをしてたから。だから、今日は4万さんは釣ります。自分釣りは絶対ないと思ってますよ。思いますよ、1万さん1万さんが自分釣りを押すことから、1万さんは怪しくなった。 一番自分が白いはずだと思ってる。はい。今日4つりますね。4つって、4つってから8と1の精査をします。三番のプレイヤーは発言してください。さいうん、とりあえず今日4つろう。相方が全然見えないんだけどな。いや、マジで。<laughs> うん。まあ、5クロって分かったら、六番さん、さすがに俺のシーンは分かるでしょ。 釣りはないよ俺さ、五番さんのさ、見せ目さ、言い訳できねえように、結構ちゃんと言ってたん二の狼耳を上げてたんだよ、五番さん。ちゃんと言ったの、五番さんは二の狂人を追ううんたらかんたらって言い訳してたけど。うん、それをちゃんと拾ってほしかったの、五番さん。マジで、心霊の、本当に。はい、いや、えー、っとね、これな。 128はどっかに、4が狼じゃないとしたら、128はどっかに相方でしょう。ああ、どこだ <laughs> どこだ ?8 番さん、うん。最初だと思うんだけど、ね、真、まま、っ先に一番最初に指摘してるからね。うん。でも、2番さんはそっから91でその流れが一旦途切れたところをさらに盛り返して、釣りをしてまでいるからね。いやー。 うーん2番さんは最初だと思うんだよな。1番さんなんだよな、消去法的に。<laughs> うん、そうなると。いや正直、1番さんのあの5番の出現を拾えてなかったってのは結構痛いと思うよ。あれいや、待ってどうす、あとでも、3のので除去4つって、1つって終わんなかったら、28正さ。 2八精さ。いやー、2、2、2オオないでしょ、さすがに。うん、しかも、老老囲いってかなり弱いと思うからね。うーん、初日で老老囲いもないと思うしな。とりあえず今日4行こう。いや4行き四番のプレイヤーは発言してください,ださいまず先に言っておくね。まあ、俺釣ってもらって構わない。 釣ってもらって構いません。そしたら明日は絶対にサンマンさん釣ってください。その次は多分2番さん黒固いなと思う。なんで今日俺釣り飲めない、俺釣り飲めないって言ってる理由。で、ね、25で終わるんじゃないだから釣りを飲めないんじゃないかな。そこでサンマンさんが、まあ俺、俺釣り、俺釣りって言ってる理由は自分釣り飲めないんだよ。ロナになっても構わないっていう発言がないでしょ。サンマンさん。カリュウだったら柱になったって構わないんですよ。この番目。一陣のを釣れてるからね。 うん。だから別に、村目線、<あ>俺の店が高いって言うんだったら、俺釣ればいいじゃん、別に。その代わり、明日3万3釣ってんだ、ね、よ、絶対に。うん。そこで精査してほしい。うん。どうなんだ、そこで1さ3、28、8どっちか行こうって言ったところ、これ白いなと思ったら、普通に。6番のプレイヤーは、発言してください。はい、えっ、ー、と、今日2さ3でいいんじゃないですか。2さ3でいいと思いますよ、普通に。 おかしいこと言ってたしね。なんか4の相方はどこなんだとか言ってなんか、うん、678とかなんか言ってたけど、うん、全然意味は変わんなかった。5黒だって言ってるんだから7は白でしょ。うん、全然意味は変わんなかった、うん。何言ってるか正直意味不明でしたよ。うん、で、サンバーさんごめんね。んそこは本当に申し訳なかった。けど、うん。 なんか一発目の発言だって9と4あれで発言読み取れたのと一番3ぐらいだと思うようん占いでるなんてわかんないわあん <laughs> そこで黒りされたらもう死んでえのはやる気なくしますわ <laughs> いやまあ一応5黒って言えば間違いないんで、うん、それだけ、うん、よろしくお願いします今日は27番のプレイヤーは発言してください,、まあ、ださいはい ここも2番でいいかなと思っていて、5番さんのオオカミが釣られる状況で、相方のオオカミが狩り機能の使用するっていうのは考えがたいんで、3、4に関しては新居で追っている。だから1番3、うん、まあ2戦目で追う点は一緒です。で、グレー釣りする場面ですかね。PP は絶対ないんで明日、うん、オオカミ狙いに行きましょう。で、2番さんは3、4で4番さオオカミあるって言ったんですけど、 うん、明日18の正さとも言っているので、ちょっとブレているかなと思いましたかね。うん、で、5番さん相方軸で行くと、2番さん加熱用してるから白い手て自分で生きてるんですけど、その相方どこで見てるのかっていうのは正直見えてこないんで、2番さん、ちょっと怪しく見てますかね。うん、ただ1番さんもね、8番さんに変えたら5番さん指摘がなかった分、白目は落ちるかなと思っています。うん、3、四は新境で見てます。2番さん入れます。8番。 のプレイヤーは発言してください。うーん、そうですね。今日はもう二番さんでいいと思いますよ。うん、いやまずだって二番さん発言おかしかったでしょ。 あそこで山陽がさ、オ,オカに出るとは思えないんだよ、僕もね。だったら今日絶対グレーズリーにいいんですよ。で、一番さんは、まあ、その発言出たんだけど、まあ、確かに一番さんもね、その5番さんのやつ拾えてなかった。でね、俺、じゃあ白よ俺の白よすじゃ言えばいいかな。まず、5番さんがね、うん、67番さんが気づいてない中で、俺がそこ掘り出す必要があるのかなってことを考えてほしいかな。うん、村には。えー、そのぐらいかな。プラス、うん。 なんだろうそまあ、それだよね。5番さんもう釣りをしてる。あと、俺がなんか狂人って誰かが走ってるんだけど、俺狂人だったら5番さんもうにその出現したこと分かってるから、占いで出ます。はい。ですね。うん。もう今日普通に2番さんで俺いいと思うよ。うん。うん、もう終わらなかったら俺1番さんには勝てる自信があるから、今日2番さんいてほしい。い勝てる自信そ,その発言が白いわ。 その発言が白いわ。二番のプレイヤーが選ばれました。マジで二番。マジか。発言してください。とがっかりですね。コマンさんは誰のこけ言っれたと思ってるんですかね一番さんがはここもでしてて、8番さん突っ込んで大きく釣り言うとゃた自分ですよ。 いや、これやべえ。SGG やん。いや、そこまで締め切れないなとかって言って、ヨさん守りますよ、自分の相方だったら。で、四番さん偽要素ね。四番さんは三番さんの強さをしてないんですよ。え、四番さん釣られたら、明日三番さん釣ってくださいっていう。四番さんはサンマさん強人で見えてるはずなんで、オ久カさんが殺言をしてないことから四番さんの偽ですね。三番さん一生釣らなくていいです。 この生産も間違ってないと思ってます。で、6番さんがポンコツなのかな ?6 番さんが。自分4つって、4が2世だと思うから4つって人狼もあると思ってるから。で、7、8、強人は全然あるから。全然ありますよ。えっ、ー、と、占い新狼の狩人新狼とか全然あるよ。強人潜伏があるから。 678を相方とか全然言ってないし4さんをえと人狼軸で追ってることも一言も言ってないですよ人なは無駄にしましたね1番5番とに貢献した自分がつんぎの日されるっていういくつかからないえっと4つって81のセサをしてください3さん釣る人がないですえっと8番さんかなと思ってますね4で終わらなかったら えっと、2番に名を使わないと勝てない8番さんがオオカミだと思ってます。4番で終わらなかったらね。一番さんはどうなんのかな一番さんの謎、はい。印象にないですね。48の順で全部勝って勝てると思います。夜が来ました目を閉じてくださいいやー、これ2番さん申し訳ね いやーこれちょっとめっちゃ SG 1だからこれ縮小メーナでしか勝つしかねえんだよこれ。 ほんとこれ畜生めえなで勝つしかねえんだよええー、初日切ってんよねこれハッチは朝が来ました昨夜死んだのは6番 7番のプレイヤーは発言してください。さいはい。2番3白だったっつうことで。うん。ただ三ン決め打って、ただ4番3終わらなかった時のことを、あまり反してくれなかったからね、18どうしてらしいかって。うん、8番3足って言うても言ってほしかったな、正直あんまり拾えてないんですよね。うん。4番さん強靭でしかないと思ってるんで。 うん、今日は決めたいんですけどね4番さん釣る進行でもいいかもしれないですけど現状8一だったら俺1番さんかなと思ってるんですけどね現状は、うん、<ー>5番さんとのラインを見るとねさすがに3 4新居だと思うんでそこの精査をしてるんじゃなくて1八の黒の要素を拾って精査の方に重点を置いてほしかったけど、ね、2番さんに行きましょう。1八は正直8番さんの方が勝負普通に高いと思っている5とのラインを見るとただ発言聞いて決める。 8番のプレイヤーは発言してください。うーん。えー、これ1黒なのこれ2で終わると思ってたわ。マジえ、えー、一、えー、1, 1、1番さん黒。マジ俺,俺、俺ええー、まあ、1番さんじゃあ黒か。余ってるもんな。これ、本当に最悪なパターンが、俺、スムラで、で、1番さんもスムラ、そして3、4にオオカミが出てるっていうパターンね。 だけど、それちょっと追いにくいんで、じゃあまあ今日一番さん詰めてほしいよ。うん。それが一番めんどくさいパターン。ほんとにね、3、4でオオカミ出てて、7強度だったらもう俺は涙が出る。うん。一番さん村でね。まあでもその可能性は少ない気がするけど。うーん、これ一番さオオカミか。いや、マジで。うん、どうしよう。うーん。 うん、まあ一番さんの黒要素、うん、は、まああれだよね、五番さんの出現に気づいてなかったところだよね。うん。で、俺はもう一番最初に言ってるからね。うん俺。俺の白要素って言えば、だって六番、七番さん気づいてないった俺も気づいてないふりすればいいだけじゃないの。で、強人だったとしても別にさ、お占い出れるしね。うん、そこ分かってほしいんだよね、村の皆さんには。三、四番さんどっちが進化わかんないけど、俺は四番さんの方が限りなく偽だと思ってるけど。うん。 まあ、三番さん、俺行くって言うんだったらね、うーん、まあ飲めるわ。はい。だけど、うんえぇ、ー、一番さん黒か。まあ今日は一番さん行ってほしいね。うん。それぐらいかな。以上。一番のプレイヤーは発言してください。いや、正直ね、昨日、八番さんが俺とだったら殴り合いに勝てるって言ったとこからもう2で終わると思ってたんだよね、俺は。 で、俺、4番さんに昨日行きたくなかった理由は、4番さん強人目で見てたのね。5番さんをかばってたから。で、7番さんを釣りをしそうとしてたのがあれ、絶対9番さんから占いさせようとした強人なら、もう初日の2番さん過去へしか追ってなかったけど、最終的にね、8番さんが2を釣り殺してるからね。この現状は。で、ちょっとモハメドさんとクインティさんにちょっとここは説得したいんだけど、 もう一日俺にあの、議論させる、あの、日にちをちょうだい、うん。4番さん、狼は追ってないけど確実に俺は3番さん、死んだと思ってる。狂人だったら5を釣り寄さない。うん、これ、そ、この辺で俺は死んで見てる。だから、クインテさんとモハメドさんにもここは訴えるしかないんだよ。絶対8番さんは PP 狙いで俺に入れてくるから。だから、今日、絶対4行ってもう一日議論伸ばしてほしい。 そこで明日8番さんの偽要素を夜の間にしっかり見つけてくるからもう4番狼はちょっと追えないともやっぱり初日の1周目の2、1釣り押しそれと2周目で 7, 7番を殴ってるとここれ狼だったら絶対できないとりあえず4釣って明日の勝負俺ちょっとかなり頑張るわ SG1 だからこれはちょっと負けられない動画化したいんで頼むわ 37、ちょっと今日は4行って明日勝負させて、ペンタクールさんと勝負する。3番のプレイヤーは発言してください。さいうん、とりあえず4行こう。漫画1にもってことがあるからね、それに。強靭ムーブしてる狼だったらちょっとな、いやでもないだろうな。昨日も生存良くなかったしな。まあまあまあ4強でしょうけど、4つろう。で、18に、18に聞くと、こ<れ>昨日何で2に入れたって。 俺も2に入れちゃったんだけど流されて。なんか6番さんあたりで2がなんかどうのこうのって言って7、8でそれ否定しなかったから、俺の把握目で2番が相当おかしなこと言ってんだと思って2番入れたんだけど、やっぱ2番おかしなこと言ってないよね。うん。しんでピピ声昨日も言ったけど2番は絶対に釣るべき位置じゃなかったって。いや、俺も投票しちゃってるからね流されて、だからあんまり強くは言えないんだけど、だから8番さん、1番さんは2に投票した理由を、 述べてほしいかな。そこで色が分かると思う。一番色が分かるところだと思う。正直。うん。かな。だから、今日4つる。明日8番さんと1番さんは2に入れた理由を述べてほしい。まあ、それ以外に自分の白要素、相手の黒要素を上げれるだけ上げてほしいかなっていうところ。うん。いや、にずりはなかったわ。やっぱりあれ。うん。 だってお,おかしいよね。六七八誰も止めないから、俺がハクモリ死んだと思っても絶対ニズリはないよやっぱり。うん、どう考えてもいやーいや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 。うん <coughs> っていうところですね。とりあえず今日今日はとりあえず一旦四つろう。うん。明日八一制作する。四番のプレイヤーは発言してください。今日はね守ってないです。今日守ってません。 で、二番さん死んじゃった二番さんに、まあね、聞こえてたと思うんだけど、説明するけど、俺、三番さん精査してねって言われたんだけど、いやこれ俺、釣った後と番さん釣ってくれって話で終わりなんだよ。さ <laughs> 番さん人がいたら別に構わないんで、別に。狂人だろうが人狼だ,っただろうが、人狼釣れればラッキーって考えなの。わかるかなだから別に俺、ずっとあと番さん釣ってくれて、その後で精査して頑張ってくださいだけなの。わかるかな だから俺マジで深海なんだけどだ今日はここで釣りは飲めないなぜかっていうと PP が来ちゃうからでここでしのいできた一番さんが俺黒だと思うで一番さん明日どうのこうのして八番さんの黒要素上げて八番さん釣ろうとしてるで一三で釣ろうとしてるって考えてる俺はで今日は一番さんに行く一、うん、番さん黒は絶対に堅い投票を始めてくださいあ,ありえんほらじゃないべ 4番のプレイヤーが選ばれましたゲー終了。えっ <laughs> ちょっと待ってクイーンテーさん今日かよ <laughs> あぶねえこれ <laughs> いやーこれあぶねえ <laughs> これあ<危>ぶねえ <laughs> <危> <laughs> 人道殺のライブ配信毎日やってますチャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね